37番日本大学和術部より東紀幸和選手とカラカルエベースです。スタートに向かいます。東紀選手は現在19歳、大学1年生。乗りますカラカル LS。 この馬は LT で生まれました。9歳になります馬。昨日は1つの障害の落下減点4点でゴールをしまして、24位でこの2日目のスピード&ハッピネス競技に挑んでおります。東紀選手は昨年はジュニアライダーの競技に出場しておりました。マンボラシュラ号で選手権競技にも駒を進めました。選手、今年からヤングライダーの競技。さあ、ここで3つ目の落下になります。さあ最終障害、これをクリアしましてフィニッシュです。走行タイムが75秒24ですが、3つの障害